はいどうも、相馬です。今日もエルデンリング続きやっていきたいと思います。やっぱりね、上から見ることにしました。このこっからね、ゲルミア火山。はい、早速なんかね、いっぱいおるんですけどもね、向こう向いてるってことは本来向こう側から来るようなステージなんかな。どうなんやろ。まあまあまあ行ってみましょうか。これゴーレム？トロールか。ぽくね？なんか今までと違うな。オッケー。危ないよ。なに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 ？やばい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 。あ、トロールっぽいな。トロールの亜種みたいな感じやな。あららららららら、最初っから踏んでくる。オッケー。オッケー。危ない危ない危ない、致命逃すとこやった。オッケーオッケーオッケー、倒した倒した。危機は脱したぞ。こいつら意外と強いんだよな。ほんと弓とか撃ってほしいな。もう槍もおるしな。大体揃ってんじゃね。いってえなこの野郎。オッケー、あとはもう楽でしょう。両サイドに弓兵を準備することによって絶対後ろから撃たれるっていうことやな。 OK、 あとは一人。格好の奇跡。 OK。 いやー強かったな。なんかあいつすごい進化したね、トロール。いやートロールすげえし、なんかトロール干されてるよ。くすぶり町。あ、なんか上も行けるな。上行くか。広場。あ、結構なんか敵まばらにおるね。これあれだな、刺されるな。後ろから刺されるな。ほったらかしてチャー刺されますせと。危ない。 OK、 痛い。火山石、黄金のルーン。はいはいはい。んで、こっち登って。あ、結構いるのね。槍はまあ一番どうでもいい。いらない、いらない。痛い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 。あいつ逃げたな。一人逃げたな。OK。人形兵の鎧兜。一人行ったよな、こっちな。行った。ちょっと降りよう。作戦変更。降りよう。格好の奇跡。ここは特にか。これ向こう側から来れますよってだけかぽい。スカラベがあるじゃない。スカラベは取らねえ選択肢はねえな。ねえけども、ちょっとまあ待て。ここを完全に見て回ってからだな。よっ、攻撃の隙を与えん。お前嫌いなんだよな。
人形兵王内か。黄金のルーン。こっちはないね。霧がすげえな。お、お馬さんポイントだよ。お馬さんポイント。んー、じゃあちょっとスカラベしばきに行って、これこの距離はなんか死にそうな気がするな。ちゃんとちょっと降りようかな。はい、スカラベダッシュで追いつける。なんかプシューっつった。どこどこ、関係ないよ。行くよ、もう。じゃあ行くよ。お、まだ気づいてないこいつ。あ、気づいた。オッケー。スカラベに用があるんだ俺は。早いな、このスカラベ。早いぞ。当たんねー。え？違う。これスカラベ追っていったら俺こないだ死んだんだよな。黄金の種子。待って、マジ早ないかこいつ。マジで早いぞこのスカラベ。オッケー。貫通射撃ね。前回のゴーレムの旧兵が持ってたような撃ってきたやつか。お、あいつ敵？あ、敵だなあいつ。おう。お、なに。お、一応お前らもなんか人形、格子人形兵みたいな感じの扱いになるのか？痛い。オッケー。くすぐり帳。ゲルミア火山な。ゲルミア火山。え？終わった？どうにかしてあっち側に行けってことか。おお、下側に道あったわ。見えてなかった。下側道あるけど、すごいマップが。どうしたの？って。いて、え、何あいつ。あ、これくれるんじゃん、いいね。おお、急に出てくるなお前。あ、ちっちゃいやつもいるんだね。なるほど。黄金のルーン。あいつめっちゃマラソンしたら探石手に入るね。ちっちゃいやつは大丈夫。危ない。つかみ技とかしてきそうだよね。オッケー。で、チーズがこの先まっすぐ行ったらあるね。オッケー。お、アイテムもあるね。いやー、見切りつけなくてよかった。危ない。あいつらどっから出るんだろうな。うーわ、気持ち悪い。オッケー。待て。群生地やないか。あー、あいつらでも4か。探石4か。6とか7、まあそんな簡単にドロップとかしてたらな。
ぬるゲーになっちゃうよね。じゃあダメだ。程よいその難しさがいる、欲しいよね。で、おお、でけえのがいる。魔法使うんだお前。なんですかその魔法。いた。いって。待て。お前意外と強えな。あぶねえ。出血効きそうだな、お前な。オッケー、出血。なんか落としたな。4か、4はな、あり余ってんだ。倒れてるよ、どうした？ライカード、我が主よ。え？謀反？おお、祝福あるね。あ、結構広いね。うんふん、なるほど。あ、別に友らんでもいいな。まあ、ともっとくか。まあ、ともっとこうか。OK。これ、下側は？なんかあるね。いけそうな感じではあるな。おお、サイン止まりだ。OK。これ、こいつらを、あの指が、え？死んでるよな。あ、死んでるな。こいつらあの指が干したりしたのかな。まあ指10本ぐらいありそうだから、できんことはねえか。はいはい。左側からね。セオリー。普通の騎士もいる。騎士？敵？なんかおお。お前らは何兵になる？おお、びっくりした。清潔の木の芽ね。あんまり馬乗ってな、言ってたらな、なんか見過ごしちゃいそうで嫌なんだよな。こいつらなんかムクムクって起き上がりそうなんだよな。怖くね？ああ、久しぶりじゃん、お前。元気してたか？爆発するやつだよな、あいつ。何？びっくりしたよ。こんにちは。ヒル？え？毒か、あれ。オッケー、勝てない敵じゃないだろう。きしょい。もう、近づかせろよ。何これ。何今の。オッケー、なんとか倒した。雫の妖精。あれだけかよ。あんだけ強くてあれだけ？ちょっとやだな。奥義刀。え？戦闘暗記。暗記。暗殺武器か。なんか召喚できるってことは。おい。聞いてねえよ。言ってねえって？何？びっくりしたよ。おい。お？弱いぞ。普通にダメージ通るぞ。お？見た目だけか、こいつ。オッケー、いいね。なんかしてくる。危ないぞ。
なんか来るぞ。これは多分でも俺一人だったらきついかもな。ナイス。地名は？ああもったいな。おい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 。おっぷね。待て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 よ待てよ。おっしゃ、いけたー。さすが、とどめはスケルトンくん、ありがとう。いけた、いけた。鈍色の子雫。はいはい。いや、ありがとう、スケルトンくん。ああ、強かった。はい。それでは、次回、この下、行きたいと思います。ふぅ。それではここまでご視聴してくださった皆様ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ほなね。